スーパーマリオ 3D ワールドじゃねえや。はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、スーパーマリオ64やっていきたいと思います。前回ね、前回ここだったっけ、鏡のステージ、鏡の、雪のステージかをクリアしましたね。はい、というわけで、まだまだ、2回残ってるのでやっていきたいと思いますね。正面のここやってなかったね。ここ入れるんだね、ていうかね。よっしゃ、とりあえずここやっていきましょう。水のステージかな、水浸しシティ、ビリビリの豆リフトか。ソフトに見えるんだよな、これな。あー、なんだ、うわ、なんか厄介そうな敵おるわ。で、あ、なんだコイン、うん、とりあえず行ってみるか。あ、ここで正しいか。なんだこれ、あ、なんで触れば水位が上がると。あー、んー、上がったからなんか行けるところ増えたとかあるのかな。逆に下げなきゃいけないところとかもありそうだね。こっち行けるようになったんじゃない？どうすか？あー、なるほど。いけ。あいででででで。あぶね。今挟まれて死ぬとこ。あー、危ないよ。そんなすぐ。楽勝やん。で、多分、豆リフトじゃないし。え？ビリビリの豆リフトなの？あれ、豆リフトなの？え、何がリフトだったの？よくわかんねえ、リフト。トップオブザシティ。トップオブザシティ、ここが世界で一番上だみたいな意味かな。どうだろう、違うかな。あ、ちょっと潜ったりしてみる。あ、例えば、ここ登ったりとか。登れるか、この。あ、いけるな、全然。あ、いけねえわ。ちょっと待って。いけんのかもしんないけど、ちょっと待って。ちょっと水位これで下げられると思うから、ちょっと下げてみるか。で、ここまで下がってくると。あー。で、ここから入れる。あー、入れるようになったけど、また水位上げなきゃいけないのかな。ちょっといろいろ見て回るか。例えば、こことかね。はい。で、倒して。うん、はい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 、これなんかジャンプするやつじゃない。あダメージ食らうんだ。だからいい感じのところで、このルンバくんのところ、こう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 ね。ちょ、待て待て、その倒れてる時にそういうのはずるいね。はい、ずるです。待って、ちょっとこっち来てもらって、こっち来てもろて、こっち来てもろて、違う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 、で、この辺。OK。で、うまく上がると。で、倒れてる時に来るのはずるいと。危ねえ。あ、ちょっと待って。とりあえず、これをスイッチ押してみるか。ん？登れるやん。あー、危ない。あ？こんなんかどうやって入んの？あ、しかもとシークレットみたいなのがあったね。ああ、とりあえずここ来て読む。コインリングが隠されたシークレットポイントを通ると赤い数字が出てきます。5個続けて通ると秘密のスターが現れます。それはご存知です。申し訳ないね。ああ、なんだろう。ああ、やばい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 、めんどくさ。あいつ絶対許さん。必ず倒すからな。ちょっと待って、戻るよ。つって殺す、あ、殺すって、ああ、あ、そっちならオッケー。あれ、倒せないんだっけ。倒せねえんだこいつ。じゃあもう逃げよう。倒せない敵に興味ありません。危ないよ。必
カメラワークどうにかならん？どうにもなりません。あーもう終わりだ。あーめんどくせえ。だっママミア、腹立つわ。よし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 、ワンナップキノコは無視でいいでしょう。このなんかスーパートルネードしてる、あーこれはめんどくさ、あんまり見ないギミックだな。オッケー来た。よし これがトップオブシプビエ、トップオブシティかな、一番てっぺんにあるよみたいなこと、それともなんかこのシティが一番上だみたいな、俺らの都市が一番上だみたいな意味なのかな。違うね、今一番上にあるスターだからトップオブザシティ。浅瀬と空のシークレット、なるほど、シークレットを シークレットをいくつかやっていくと多分5個ぐらいなのかな。なんかどこかではなんかでチビデカシティみたいなのところではなんか5個とかだったから多分5個ぐらいなのかな。浅瀬って言ったら多分一番下がここかな、だから一回浅瀬にしていろんなところを通ろう。浅瀬ででもなんかシークレットになりえそうなところってどこだろうな。やっぱこの辺りを壊しながら進んでいくしかないかな。で何がシークレットなんだったかなんかもう見ただけじゃわかんないよな。登れるわけじゃない。壊れる。壊れたんならこの辺。いや違うか。いや今これに乗るのはめんどくさい。ところどころにある青い箱なんだろうな。謎じゃね。でもシークレット出ないね。浅瀬って言うからさ、浅くした方がいいのかなと思ったけど、そんなことない？そんなことはないのかな。ちょっとじゃあ水あげてみる？どんどん。どうだろう。浅瀬って言うからこれだと思うけどな。やっぱ違うのかな。それともこれで登るとか？さあじゃあ水をどんどん上げていきましょうか。逆になんか中途半端な位置にしてみる。ここ徐々に上げてってどこかのタイミングで何かが起きるかもしれないね。少し一つずつ見ていきます。つってもなんか起こりそうにないんだよな。この水の深さが一番中途半端だし何にも起きないよな。わからん。なんかあんのか。やっぱちょっとある程度ガガガバグ、ある程度その水位がないとお話にならないかな。やっぱある程度水位、じゃあマックスまで増やしてみるか逆に。マックスまでとりあえず、マックスまで増やしますね。じゃあここのマックスはね俺が知る限りでは、まずそこさ1個増やせるじゃん。でもう1個上があんのよこれの。ちょっと待ってね。
で、こう上がってシークレット、確かこの辺りに1個あったでしょう。ここか、これが1、まず1ね。でここのスイッチが一番上だと思う俺は。でこの状態で、あ、分かったかもしれん。スイッチを押すとさ、シークレットなんじゃない？ここは水に満ちた町。この町はあなたがここを訪れるときに高さと、訪れるときの高さと同じだけの水を持ってあなたを迎える。あ、2、やっぱりスイッチだ。スイッチっていうか、このブロック、このブロックがそのままシークレットだな。そうなるとこのスイッチどうやって押すん？あ、押せる。あ、でもシークレットじゃなかったか。え、じゃもうどこよ。じゃあどこよ、浅瀬。なんかありました？こっち入ってみる？なんかありそうじゃない？シークレットありますか？ないね。ん？ありそうだと思ったんだがな。ちょっとわかんない。ちょっと探しますね。あー、わかんねえな。あー、なんだ。あー、そういう仕組み？なるほど。一個水位下げてみるか。もう少し水位上げられたらなんか起きそうな気もするんだがな。この上とか行けないのかな。あれ、ちょっと一個水位下げるか。ここ。あ？下がんないよ。この中とかどうやって入るん？なんかどっか秘密の入り口みたいなのがあんのかな。やっぱ一番浅瀬にしてみるか。わからんな。このスイッチかな。ちょっと押してみてえな。どこ押せばあのスイッチが押せんのかがただわからん。あ、動かせる。え、ちょっと待って、3だ。あ、分かった。じゃあ分かったわ多分。ちょっと待って、熱いよ。じゃあ一番、え、このブロック動かせんだったらだいぶお話が変わってくるんだけど。だったら一番浅瀬にするじゃろ。動かせるブロックなんてあんの？てか、そんな説明今まで一個もなかったけど、急に突然現れた動かせるブロック。そしたら、あ、4で横に動かして、で、ここ、あ、オッケー。これでシークレットって大丈夫だったってこと？よくわからないが、じゃあとりあえず水増やして、あん。あん、ペンパイナッポアッポーペンも出るよね、そりゃね。さあどこだ。この辺出たでしょ。よしよしよし、ここ。よっしゃ、オッケー、
カメラワークおかしくね。なんかバグったんだけど。浅瀬と空のシークレットキャッチで、さっき気づいたんだけど、あなたが入ってくる、はい、何、ちょっと言葉が下手くそだから、あなたが入る時と同じ高さで迎えてくれるっていうから、高く入れば多分ね、こうやって今高くジャンプして入ったでしょ。急げ金網エレベーター、何それ、多分ね、かなり満水になってるはず。ほらそう、俺が今高く入ったから高くなったと。すごい仕様。急げ満水エレベーターってのがよくわかんない。あ、こんなの入れるんだ。じゃあちょっと行こうぜ。ここかな、満水エレベーター。違う気がするが。とりあえず、あーでもここかな、タイミングよく押すとちょっとだけ速くなる。やべ、ちょっと死ぬよ。ん、なんだここ。メタル帽子だっけこれ。よし、メタル。ちょっと下行きますか。うわ、なんだこの不思議な、キノコ王国沈んでんだけど。あ、しゃがむとかできないんだ。あ、じゃあ沈んだら終わり、沈んだら終わり。ちょ、泳いで探索するか、まず。水位下げられないのかな、下げるやつない。あ、メタル、メタルじゃねえ、これ透明帽子でしょ。ん、ここにはまだ何もないかな。来るの早かったかな。うん、水位下げられないか。なんか何をするべきかもわからん。こん中入る、スターがある。あ、あー、ちょっとわかんない、考えるわ。で、多分ここじゃないしね。今行かなきゃいけないので、ややミスった感があるけど、まあいいでしょう。取れるかなこれ。取れないか。あー、あった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 、水位下げるやつ。普通に見えてなかっただけか。じゃあ水位下げます。あー、で、いろいろあると。さあ、いでよ。で、これは何がデンデンなってる。どこに何が、どこに何が、てか赤コインとかあるね。え、どこで何が起きてんの今の。ワンナップキノコちょっと欲しい。オッケー。あー、よくわかんねえな。もう一回スイッチ押すか。あれ、スイッチどこ、あった。あ、どこで何が。ちょっとこの疑問を誰か解決してほしい。赤コイン集めか、ここは。うーん、それは分かったけど。今2個。で、あ、はい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 。今メタルの帽子いるか、多分いらんやろ。あー、行った、なんで。いや、透明帽子もらうもんね、透明帽子もらうもんね。入れる場所が1個しかないんだよね、これで。多分、多分だけど、こういうところ貫通できるわけじゃないし、多分あそこに入れる。だから何って話なんだけど、これ。こっ
これマジでだから何なの？あーやっぱ水がいっぱいになってる時じゃないと意味ない気がすんな。もしかして透明帽子取ってもしかして透明帽子取って満水にしてあそこ入るみたいな、そんなことできる？透明帽子取るじゃん。間に合うかそんなの。ここは貫通できるっぽい。でここを登る。でもう絶対間に合わないし、間に合いそうにないなこれ。無理やな。あとスターあるな。どうすればいいんだろう。ちょ考えなきゃいけないね。あ、いやちょっと今のところ無理だと、そういう結論に達しました。あ、するとどうすんだ。あった3枚目。めんどくせえ。多分ブロックの中にほとんどのハーカコインがあるんだと思うんだが、あのブロックを水中上で倒す術がないんだよね。よし、で4枚目。ちょっとこれが鬼門じゃない？これで何が起きてんのかっていうのをちょっともうちょっと一回ちゃんと精査しようぜ。何が起きてんだろう。ここか？何が起きてんの？わかんないなんてことある？一回登って一回登れなくて、あ、登れて。一回スイッチ押して、見回して、あ、消えてる。あ、気のせいだ。消えてるわけじゃない、これ処理上、処理の関係上消えてるように見えてるだけだ。え、じゃあ何、え、何が起きてんの。あのスイッチ押して何が、ただタイムカウントがあるだけ。そんなわけなくない。ちょっと考えてみます。わかった。なるほど。ちょっと待ってね。間に合うのか今の。この透明帽子取るやん。さあダッシュ。で、ここのスイッチを押して、でも貫通して。で上に登れるようになると、でめっちゃ見づらくて、めっちゃ見づらくてちょっと綺麗気味になって、よし、でスターが取れると、赤コイン Y、 おい、ダウンタウンをかけろ。よしゲット。あそこダウンタウンなんだね。さあ一番上で乗っかって、急げカナービエレベーター、カナビエレベーター今のところじゃないと思うんだよね。とりあえずじゃあ水の中入って、で
で、ここ一番下げるじゃん。取れるスターだけ取っていこう。で、一番下げて、で、ここを壊すと。で、ここを壊したら、今度は上げる作業に入ると。で、失敗して、もうちょっと上げるのめんどくせえから、ジャンプで向かいます。で、多分、こうする。あれ？あれ？これは落ちるんだよな。あ、わかったわかった。あー、なるほど、わかったー。え、もう一回登んなきゃいけない、これ。もう一回登んなきゃいけないな、おそらく。あ、だから急げなんだ。うわ、めんどくせえ。ちょっと戻ります。あ、もう何してるか みんな分かってくれてると思う。俺ちょっと口下手だから許してほしい。さあ行きます。で、よしよし、投げたい。よっしゃー、はい、クリアです。あぶねー、壁ジャンも上手くなったな。よし、はい、オッケー。急げ、金網エレベーターキャッチ。セーブして続けて、はい、で、一番上で入ると。ダウンタウンの赤コイン、赤コインか、やっぱり。もうこれわかんねえんだよな、ダウンタウンの赤コインはね、ここの先にあるのまではわかってるんだけどね。あ、ちょっとじゃあとりあえずダウンタウンまで行きます。さあ行けるか。行ける。わ、なんでそんな高い位置に。で、あそこにも1枚ある。あダメだっす、ダメだっす。データカード出すみたいなやつ出てきたね。よし、はっ、オッケー。で、この中にもあるはず。よーし、で、7。そうなるともうあと1箇所しかない。その1箇所とはこの上のあそこだね。あー、な、落ちそう。三段飛びでいけると思うんだよね。いけねえわ。これ多分上からジャンプか。上登んのめちゃめちゃめんどくせえから、もう嫌だ。もう嫌だ。メタルバリアは結局何だったんだろう。よくわかんねえな。水中を探索しやすくするための船側の配慮かな。よいしょ。じゃあここからちょ見えないんだけど、まあ行くしかねえわ。あー、はい。ほら、いい塩梅でジャンプしないとそうなっちゃうってことだね。はい、普通のジャンプでいけるかな、これ。行ってみるか。いやー、いけそうな気もしなくもない。やっぱりでもただのジャンプじゃなくて幅跳びな気がすんだよな。あぶねえ、なんか奇跡が起きた。よっしゃー、これで、よっしゃー。ちょ待って、よーしよしよしよし、見えたいけどゲットしました。ここのスターは全部ゲットしたんじゃない、もしかして。もしかしてだけど、まだあと1枚あるとか言ったら泣くけど、ちょっととりあえず入ってみましょう。とりあえずね。おー、全部ゲットした。最近多いね、この全部ゲット。ちょっと待って、はい、ちょ、一回コースから出ます。
はい、というわけでね、今日はね、スーパーマリオ64やっていきました。なんだそれいつもこんな感じじゃなかったね。あのミスビタシティをクリアしました。めちゃめちゃいいね。全部ゲットできるとは思わなかったね。あの前回に引き続きね、全スターゲットということでね、56個で、3階に行けるようになったので、行けるようになってるので、次回はね3階、まあまだ2回残ってるってことないと思うんだけど、まあ一応2回も見ながら、残ってなければ3回やって、多分それが終わればクッパ最終戦クッパだと思うので、クッパ倒してピーチを救出したいと思います。よければね、高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。さすがにマリオもお疲れ。